皆さんこんばんは、あやかねです。はい、今回は久しぶりの Vlog です。あ、違う、 Vlog じゃなくてウィークリー Vlog です。1週間撮れるかは分かんないけど、いつもよりちょっと長めの Vlog 久しぶりに撮ってみようかなと思っております。で、今日は、火曜日です。はい、今日もハーブティーを飲んで1日がスタートしております。で、前回のVlog でハーブティーの話したら結構反響があったので、今日またちょっと話したいなと思ってるんだけど、今日はこれが2ヶ月目の新しいミックスに変わって初日です。あの、見た目も入ってるものが違うなってのが分かるし、味も違います。1ヶ月飲んでみてさ、やっぱすごいなと思ったのが、肌が全然違うの。今日またあれお化粧してるからあれなんですけど、なんかもう肌質から変わったかもっていうぐらい全然違くて、こんなに肌の調子が良かったことは過去あっただろうかっていうぐらい違うんですよ。見た目も違うんだけど、色も変わったっていうか、くすみがこう取れてきたっていうか、全然違くて、あと体調もやっぱすごいいいです。なんか気持ちもメンタルも落ち着いてる感じあるし、ちょっと3ヶ月って言われてたんですけど、もっと長く続けてみようかなって思ってる。このハーブティーのところを紹介してくださった人に会って話してたら、あの、すごいんですけど効果感じててって言ったら、それやっぱかなちゃんが普段からナチュラルな生活してるから効果感じやすいんだと思うよって言ってて、なんか普段こう薬とかをいっぱい取ったりとか、私はあまり普段薬飲まないんですけど、なんか不摂生とかしてる人とかだと、なんか効いてんだか効いてないんだか分かんないなみたいな時期がもちょっと長く感じるかもねって言ってて、なのでちょっと効いてんのか効いてないのか分かんないなって感じても、ちょっと辛抱強く長く飲んでみてほしいなっていうふうに思ってます。今日はこれからお仕事の、衣装をセレクトしに、プレス、あ、違う、今日店舗かなの方に行きます。なのでハーブティーをちょっと終わらせて準備して出発します。フィットチェックです。今日はこのブランドなんて読むんだろう、トシ君のニットブランドを後で名前横に出してきます。これベージュなんだけど、ここにグリーンのねラインが入ってて、こんな風にこれすごい可愛いので、これがいつも履いてる B サイドのデニムと、あといつものナイキのスニーカーに、これが最近気に入ってよく持ってるバッグなんだけど、これがね、えっぽいかな読み方のバッグです。で、ジャケットを着ます。ジャケットは、ずっと着てるサリバンのコート、ジャケットっていうかコートを着ていきます。これ黒っぽく見えるけど、一応ネイビーのジャケット、すごいいっぱい毛がついてるけど。はい、行ってきます。でさ、明日投稿するコーディネートをセレクトしてまいりました。初めてコース入ったんだけど、すごい可愛くて欲しいもの結構いっぱいあった。で、コーディネートはちょっと明日の投稿を楽しみにしていてもらいたいんですが、何を選んだかとかは。で、帰ってきたら今日の夜中に始まるプレビューされる夜中に、あのシャネルのショーがあるんですけど、招待状が届いておりました。マドモアゼルかな大家、あのシャネルはいつもマドモアゼルって書いてくれてて、なかなかそんな風に呼ばれることないので、いつもすごい嬉しいなと思うんですけど、なんかこんな感じですごい可愛いイラストが書いてある。で、こちら招待状と、あとはね絵はがき
みたいなのがついてて、いつもねこういうメッセージカードみたいのがついてくるんですけど、なんかお友達とかにこうメッセージ書いたりする時とかに使ってて、すごいこういうのもね嬉しい。そしてこっちはなんだろう、あ、すごい、ダン、これ外側なんですけど、箱なんですけど、これここがこういう風に開いて、こうやって美しい、でも本当に美しいな。すごい、あのアニメーションもねアカウントの方でちらっと見たんですけど、あーすごーい、かわいい。金曜日です。忙しすぎてちょっと Vlog 2日間ぐらい撮れなかったんですけど、今日はしっかり撮ります。で、朝ちょっと作業して書き物とか動画の編集とかしつつ、あの YouTube で物撮りするのに手のショットが入るということでマニキュアを塗っておりました。で、今朝ごはん作ったところなんですけど、作ったというか朝ごはんこれから食べるところなんだけど、このグラノーラがねめっちゃ美味しくて、あのいただいたものなんですが、なんて読むのかはわかんないんだけど、これです。これの、今日はアールグレイの方を食べています。このグラノーラね、お砂糖が使われてなくて、オートミールと米麹と米油、ゲランドカイエン、こっちがあの、プレーンの方です。プレーンもすごい美味しかった。で、これいちご切ってこの中入れて、好きなソイミルクを入れております。ちょっとだけなんか自分が慣れてるグラノーラとは違う感じ、なんかね塩麹感じる、あのちょっと発酵食品っぽい感じがこううっすらいる。このアルグレーのやつは紅茶の香りもすごいするから美味しいですよ。これプレーンにイチゴ入れるの美味しかったけど、紅茶にイチゴ入れるのがちょっと、うん、違うかも。着替えました。いつもおなじみの、チャンピオンのレギンスに、古着の T シャツと古着のチャンピオンのスウェット、そしてリーボックとピッツァスライスのコラボスニーカー、ナイキソックス、あ、これ片方しかプリントがない。見て、今気づいた。こんなことってあるの？悲しい、悲しいかな？レア？逆にレア？どうなの？まあいいか。スタジオに着きました。ちょっと声質だから声小さめに喋ってるんですけど、詰め物が取れたと思ってたら詰め物じゃなくて、実はあのセラミックをかぶせてた歯が欠けてて、セラミックってこんな簡単に割れる、こんな簡単にっていうか割れちゃうんですね。いや結構ね、
噛み合わせしないっていうことはありますよ。まあそうですよね、うん、でセラミックだと思ってたら実はセラミックじゃないかったよって先生に言われて、でいろいろびっくりしたんですけど、無事あの歯は直してもらったので、ちょっとこれからピラティス行ってきます。あとね、さっきナイキのマークがないと思ったらちゃんとあった、ここ折れてるだけだった。この辺と、はい、あとはこの辺のなんかこう引きつれみたいなのがちょっとなんかこう引っかかっちゃって、はい、でこの下のでも全部左です。おどっちに目じると引っかかるんですか。こっちにねじると引っかかってる感じと、この辺が ギギってなって、はいはいはい、こっちにねじるとこの辺が痛くなる、はい、ギギッとします。左を下に横向きにちょっと肩甲骨の内側あたりを一旦少し緩めて、はい、左を下に、はい、日曜日です。昨日針に行ったから背中が痛くない。もう本当にめちゃくちゃお世話になってます、脇坂鍼灸院さんでは。本当体が痛い時も喉が痛い時も美頑張りしたいという時もお世話になっていて、特に体の治療はね、1回の施術で割としっかりとやってくれるので、もう本当にね、もう限界っていう時とか、あちょっと早めに対処したいなっていう時とか、本当いつもお世話になってて、あそこがないと私の生活は成り立たないっていうぐらい、はい、行っています。ちょっといい鍼灸院探してるっていう人はぜひ脇坂さん本当におすすめです。今日はすごい天気がいい日曜日なんですけど、スタイリストの深見ちゃんとランチをしてきます。でいつもの流れだとランチしてお茶をするので、その後にお茶かな。本日のフィットチェックです。今日は上も下も同じブランド、ザ・ワンプロダクトっていう韓国のブランドで、すごいね可愛いものいっぱいあって、今年初めて知ったんですけど、結構おすすめのブランドでございます。でバッグは今日カメラを持って歩くのでエコバッグでございます。で靴はいつものリーボックです。ピアスはいつものトムウッドのピアスです。ガキゲンヤガキゲンヤガキゲンヤ、皆さん深見ちゃんひろみちゃんの YouTube も見てください。よかったら見てください。しっかり他人のふんどしで宣伝しておきますひろみひろみチャンネルです。ガキゲンヤ、かのちゃんみたいにおしゃれではないですけど楽しくやらせていただいてます